FM コザ、FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からはギノアンスタイル10分間のコーナー、ギノアン、FM ギノアンよりお届けしたいと思います。本日もちょっと天気が優れないですが、天気が優れない中、はい、那覇から来ていただきました本日のゲストさん、自己紹介をお願いいたします。はい、FM ギノアンをお聞きの皆様、はじめまして、大峰行政書士事務所の大峰と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、大峰さん、本日はよろしくお願いいたします。ちょっと緊張されているとのことですが、はい、なるべく、ね、リラックスしてできるようにちょっとサポートしていきたいと思いますが、はい、はい、私は実はあまり行政書士事務所がどんな仕事をしているのかちょっと詳しくなくてですね、ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、行政書士ってどんな仕事してるのってよく聞かれるんですけど、はい、まあ、ちょっと大きく2つありまして、観光省っていう例えば市町村ですとか県とか警察署っていう行政機関に対して提出する書類を、まあ、こちらが作って提出を、うん、代わりにしたりとかですね。おう、あとこの民間で作られるこの契約書ですとか、はい、そういった権利関係に関する書類をこちらで作る、まあ、作成のサポートをするというのが行政書士の仕事になっております。はい、もう一連にあれですね、はい、めんどくさいことを引き受けてくださるとか、はい、はい、手続きのことは何でもやってますんで、ね、その行政書士といってもこのいろんな、ね、はい、書類が必要になってきた、いろんな業種と関わることが多いと思うんですが、はい、この大峰行政書士事務所はどちらの強みというか、はいはい、そうですね、まあ、今お話ありましたように行政書士の中にもいろいろそのタイプというかその得意分野がありまして、はいはいはい、僕らはその不動産関係ですとか建設業関係というところを、はい、まあ、専門としてやらせていただいております。ね、ありがとうございます。はい、ということでね、今回はこの、ね、宅建とかあとは、ね、建築関係が強みということなのですが、はい、やっぱり関わる方はやっぱり行政の方とか、はいね、開業されてる。そうですね、うん、沖縄は最近なんかね、はい、この開業結構聞くんですよね、どこどこが開業したって、はい、やっぱそういう時にも、はい、その開業前には、はい、ここであれですかね、営業していいかとか、そういう感じですかね。はい、まあ、業種にもよるんですけれども、はい、例えばこの飲食業を始めたいなっていう方がいらっしゃったら、はい、この飲食業の許可を保健所の方で取る形になるんですけれども、はい、その許可をこちらでまず予見許可が取れるかどうかっていうのを窓口の方で調査をさせていただいて、はい、で問題なければこちらで書類を作って出しますと。へ、まあ、飲食に限らずですけれども、はい、旅館業であったりとか、はいはいはい、あとまあレンタカーをやりたいとかっていうところですね。まあ、そのあたり、まあ、まずその物件探しですとか、はい、そのまず箱自体がその要件満たしているかどうかってちょっと不動産と絡むところもあるので、うん、はいはいはい、そういったところはちょっと中心にやらせてもらってますね。へ、はい、なんかうちも実はここもともと飲食店だったんですよ。はい、あ、そうなんです、ね、そうなんです。それからラジオ局になったみたいなんですけど、はい、やっぱりそういう私も勝手になんかそういう面倒な手続きってあんまり詳しくないんですけど、はい、やっぱりこの開業してじゃあここで何々、はい、まあ、民泊やりたいとか、はい、旅館やりたいとか飲食やりたいって、はい、すごい結構審査が必要なんですね。そうですね、はい、ということでね、コメントもたくさんいただいておりまして、はい、身近で言うと町の法律家という位置づけも、はい、おかっこいいですね。ありがとうございます、はい、でということで大峰、行政書士大峰信也さんでいいですか。あ、大峰信也です。信也さん、はいはい、の行政書士事務所は那覇にあるんですが、はいはい、こちらお客さんとか那覇の方が多いですか。はい、そうですね、まあ、那覇の方もいらっしゃいますし、うん、まあ、僕らとしてはそのもう沖縄県内でしたらもうどこでも対応できるようにしてますので、うん、じゃもちろん宜野湾でも OK だし、はい、もちろんでございますし、まあ、名護とか遠いところもお客さんいらっしゃるんですね。はい、そうですね、まあ、中には離島からお仕事いただくご相談いただくこともありますね。あ、そうなんですね。はい、今なんかね宮古島とかね、はい、結構すごいですからね、飲食店ラッシュとかも、ね、はい、なるほどなるほど。ということでぜひ皆さん不動産、はい、あとはまあ相続も個人的には、ね、はい、また不動産っていうとやっぱりその個人事業主とか事業主の方がメインだと思うんですけども、はい、個人の関連でいうと相続、はい、まあね、そうですね、っていうサポートも行っているんですよね。はいはい、相続に関してはその、はい、まあ、相続が発生した後の遺産分割協議書を作ったりとか、
あとはその将来に向けてのこの相続対策とかですね、はい、そういったところも支援させていただいてます。へえ、なんか私前に法律事務所で働いてたことがあって、はい、上が行政書士だったかな、はい、その遺産分割とか相続の件でなんかいろいろお話聞いたことがあったんですけど、はい、なんか相続もね大変ですよね、はい、そうですね、いろいろ、はい、ということなので、あの、はい、ぜひ皆さん、あの相続のサポートしていただきたいとか、分からないこと、あとあれですよね、相談は無料ですか。相談は、はい、無料ですということなので、ぜひ皆さんこれから開業したいとか、はい、あとはねこの不動産関係でちょっとなんだろう、認定の手続きとか必要で自分たちでもちょっとね手に負えないなって方は、ぜひ相談だけでも、大峰信也行政保し、あ、行政書士事務所までお問い合わせください。で、宜野湾のこの FM 宜野湾のツイキャスの方に、今回インスタもいろいろ更新されているというお話をお伺いします。で、はい、ちょっとリンクを貼らせていただいておりますので。ありがとうございます。このインスタはどんな感じで投稿されてますか。そうですね、インスタはその、まあ、開業、これから開業される方向けに、はい、その手続きのちょっと豆知識であったりとか、おあとよくあるご質問をちょっと、はい、まあ、配信させていただいたような形ですね。で、結構まとめてすごい分かりやすく、はい、なんかそなんだろうな、意外と知らなかったとか、はい、本当になんかね聞いたことないなんか豆知識とかがいっぱい投稿されているので、はい、ぜひ皆さん興味ある方は、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、いろんな業務をやられているんですが、なぜこの仕事に ついたとか、ね、開業されて実は1年なんですよね、はい、そうですね、うんうんうん、7月で1年になりまして、おかげさまでですね、ね、これからの夢とか、はい、もしなんかこうな、はい、こういうことしていきたいなとかあればありますか、はいはい、そうですね、うん、まあ、ちょっと、まあ、今後の目標というところなんですけれども、はいはいはい、まあ、行政書士っていうのが、まあ、代書屋みたいな形でこの書類を作ったりとか、うん、書類のお仕事を、はい、をやる形なんですけれども、はい、まあ、あくまで僕たちとしてはその、まあ、お客様が抱えている課題ですとか、はい、その目的を達成する手段として手続きがありますというところに着目をして、うん、まあ、手続きを、まあ、ただ単にするだけではなくてですね、はいはいはい、一緒になってじゃあ課題を解決するためにこういう方法がありますよというのは多方面からご提案できるような行政書士事務所を作って、はい、で一人でも多くの困っている方を助けられるようにしていきたいなという思いでやっております ね、なんかやりたいことがあっても、はい、その専門家じゃないとちょっと全然分からなくて、はい、まあ、時間がかかってしまったりとか、はい、なんか相談した方がもうすぐ早いとかっていうのは意外とありますよね、はい、この、はい、であとはもうなんかね補助金とかも、はい、なんだろう、全部自分のお金でやらなくても、うんうん、この補助金の制度を使えたりっていうのも探していただける、はい、そうですね、ということなので、はいはい、なんかぜひねこれからちょっと、はい、まあ、宅建業とか建設業、はい、ね、事務終えなくなったとか、はい、もう自分たちの力でちょっとどうにもならないな、相談したいなって方はぜひ大峰信也行政書士事務所でご相談していただければなと思います、はい、よろしくお願いします。ラジオ出演どうでしたか、はい、もうそろそろねお時間も入りますが、そうですね、うん、まあ、ごめんなさい、すごく緊張してまして、はい、まあ、気づいたらあと1分くらいの時間になって、ね、意外とあっという間に、はい、そうですね、終わりそうですが、はい、はい、コメントもいただいております、はい、行政機関、まあ、出入国管理とか、まあ、運転免許証、うん、すごいですね、はい、いろいろ、そうですね、はいはい、ということでね、なんかお困りのことあればすごく多分優しく教えてくださいますので、はい、ぜひ相談してみてください、はい、ということで本日は、大峰信也行政書士事務所より大峰さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。言いたいこと言えました。はい、大丈夫です。もう振っていただいたんで、よかったです。割と喋れた感じですかね。緊張しますよね、なかなか、緊張しました。こういう喋ってなんか